食品スーパー夢マートと22の専門店が並ぶ流通大手泉の新業態、夢モール西条が報道公開されています。新たに完成した夢モール西条は、西日本で大型商業施設などを展開する泉グループにおいて、広島県では53店舗目、東広島市では5店舗目となります。大型店舗に複数の専門店が入る従来の業態を変え、 1500台分の駐車場を取り囲むように飲食店やスーパー、生活雑貨などの店が並びますこうしたモール型の泉の店舗は県内で初めてです総事業費はおよそ43億円夢モール最上は今月27日にグランドオープンします